はい、こんばんは。生徒の頼まれた世界史資格一番をやりますね。本人はもう回答も持ってるんですけども、解説を頼まれたんで。古代オリエントの言語について調べた生徒のレポート A から C を読んで、下の問いに答えなさいと。で、資料を一部書き、これ、A、一般の生徒のレポート、古代のメソポタミアとエジプトの言語および参考資料と。くさび型で文字で書かれたシュメール人の言語はどの系統に属するのか明らかではありませんが、アッカド人が、うちの機械がちょっと作動しちゃった。アッカド人がメソポタミアの覇権を握ると、アフロアジア語族セム語派に属するアッカド語は広まりましたと。バビロン第一王朝が発布されたハムラビ法典もくさび型文字によるアッカド語で記されていますと。古代エジプトで用いられていたのはアフロアジア語族に属するエジプト語です。19世紀前半、フランス人のシャンポリオンがロゼッタストーンの最上部に刻まれたホニャララを解読し、エジプト語の文法書と辞典を表しましたと。はい、これ申請文字ですね。これ問1、これが問1になってるんです。問1がね、レポート中の、空欄 W に入る語として最も適当なも、文字の名前は何ですかと。じゃあここに、W の文字、だから問1ですね、申請文字を入れてください、ね、あ、ヒエログリフもしくは申請文字ね。はい、続いて、ハムラビ法典と。あ、ハムラビ、具体的なハムラビ法典、108条、218条、220条。すごいな。もし、居酒屋の女主人が、ビールの根として大麦を受け取らず、銀を大きな分銅で測って受け取り、その結果、大麦の販売価格に対するビールの販売価格を釣り上げたならば、彼らはその居酒屋の女主人の不法行為を立証しなければならない。そして彼女を水に投げ込まなければならない。言ってることわかります？だからビールの値段として大麦と銀どっちでもよかったんですね。だから物々交換か通貨かでね。で、ただし銀を大きな分銅で測って受け取り、で小麦は本当は小麦はある、ビールの対価は決まってるんでしょうけども、ビールの小麦を大麦を受け取りたくないから、女主人はだから大麦の値段は大麦を余計多めにもらうんですね。ビールの販売価格を釣り上げたんですね。はい、次。218条。もし医者が、上層市民のこめかみを、聖堂のランセット、小型なんで切開、怖いな。医者ですね。アビールムの目を損なったならば、医者の腕を切り落とさなければならない。怖いな。医者もやってられんな。もし医者が聖堂のランセットで彼奴隷のこめかみを切開し、彼の目を損なったなら、医者は奴隷の値段の半分の銀を支払わなければならないと。ですね。ということは、こことこれなんか違いますね。ですね。だから、目には目を、歯には歯をなんだけども、身分制度があるんですね。身分制度があると。はい、できます。問1は今やりました。問2。下線部は、シュメール人ね。述べた文として正しいのはどれですか？あ、これいい問題ですね。シュメール人。1、シドンやティリスを拠点とした。2、1年を365日とする太陽暦を作った。これエジプトですね。で、3ですね、回答はね。回答3。3を選んでください。60進法で数字を表記したと。ですね。で、4、トウモロコシやジャガイモ。これは南米ですね。南米からトウモロコシやジャガイモが来たんだから、シュメール人の都市国家、なんていうの、あ、これ今で言う、なんていうの、イラクあたりはハムラビ法典、だからイラクですね、古代メソポタミアっていうの、今で言うイラク、当時は小麦とか大麦なんですね。ですね。はい。で、なんていうか、あ、シドン・ティルス。シドン・ティルスっていうのはそのフェニキア人ですね。フェニキア人。1年365日。これさっき言ったように、エジプトです。で、ちなみに、シュメル人は太陰暦ですね。メソポタミアはね。で、3番が正解で4番は南米ね。はい。で、次、トジさん。
下線部 E、 下線部 E っていうのは、羽村病典か、はい、一般の生徒が資料を読みながら、さっき読んだ資料ですね、当時の社会に関して話し合っている生徒の発言の正誤として適当なのはどれですか。啓太さん、じゃあどれが答えかってやつですけど、複数の支払い手段、さっきビールの支払い手段が大麦と銀でもよかったんですね。あったようだ、規格が統一された効果は見られないねと、これ合ってますね。でリサさん、加害者に課される刑罰は加害者の身分に応じて異なっている、そうです、合ってますね。で、損害を加えたならば故意でなくても罪に問われる場合があったんでね、過失の場合でもありますね、過失の場合でも。誤って、この3番目か、誤って損な、ん？誤って書いてないか。故意でなくとも罪に問われる場合があった。そうですね。まあ、これ普通に読んだら、そうですね。だから、この2個目の、2個目っていう、その、リサさんが加害者に課される刑罰は身分、被害者の身分に応じて異なってるねと。身分による刑罰が、まあこれはもう羽村病典の特徴ですもんね。だって医者が目を損なった場合は被害者が、アビールムにとドレードでは医者に課される刑罰と異なってましたよね。で、拓也さんは、故意か過失のこと書いてるけども、その医者がこめかみを切開した場合、目を損なうというのは、医療上のミスを言ってるんですね。その目を損なうっていうのは、医療上のミス。で、医療上のミスだから、だからこれ合ってますね。だから、3人とも正しい。だから、回答4ですね。回答4。はい。で、問いの3でしょ、小鳥さんね。で、問い4。あ、こっちか。これ新しく。2班の生徒のレポート、オリエントの国際社会と言語と。で、エジプトの、テルエル・アマルナからは多数の粘土板の文書が出土しています。その大部分がオリエントの各国はエジプトの王に宛てた外交文書で、当時の国際語であったアッカド語がくさび型文字で記されていますと。エジプトが対外進出を進めていた時代の外交について知ることができる資料です。で、ヒッタイトの都があった、ボアズキョイ遺跡からも、くさび型文字が書かれた大量の粘土板が発見されています。これらを解読した結果、ヒッタイトの支配民族の言語はインドヨーロッパ語族に属することが分かりました。で、河川部、これテルエル・アマルナと。じゃあ、アトン神のみを信仰するように宗教改革したエジプトの、あ、これは有名な人ですね。アメンホテプ4世。アメンホテプ4世。イクナートンですね。以後、河川部 A、エジプトが対外進出を進めていた時代ね。これややこしいな。会話文中の X、ということは会話文これか。ということはこれを見ながらやから構成か。ちょっと分かりづらいか。一回これ読んでからしようか。XY、これね。XY に入れる年表中の時期、アーからウとの組み合わせ、アーからウはこれなんですよ。じゃあ、ちょっとこれからね。いきます。エジプトの王の乗り物、つまりこれ見ながらやけど、エジプトの王様こう、まあ、馬に乗ってますね。で、これ、ヒッタイト領の都市って書いてると。エジプト王の乗り物やこれを引く動物は、エジプトにホニャララが進出してから軍備に取り入れられたとされているよと。王が戦っている相手の国と合わせて考えると、図一に書かれているのは、都市、場面の年表中の時期はこれこれだねと。で、これこれだねっていうのはこうあると。クフ王のピラミッドが作られていると中央国時代が終わるのアート、その、エジプト人のソロモン王が、あ、ヘブライ人のソロモン王が、エジプトと交易を行うとがいいね。で、アッシリアがエジプトを征服する、その間がウと。じゃあ、はじめメディアってこれヒクソスですよね。だから、この135はペケで246ですね、合ってるのはでしょ。でだから、エジプト王に乗ってる、エジプト王が乗ってるのはこれ馬だから、シリア方面からヒクソスが侵入してきたんですね。だからこの ヒクソスです。で、Y。この Y なんですけども、ヒッタイトが滅んで、そのエジプトが後退して、そのシリアとかパレスチナが自立すると。で、ダビデ王とソロモン王のと
の下でヘブライ人の王が、まあ、栄えるんですね。ヘブライ人の王国がね。ということは、で、これ、まあ、これ違うんやから、これですね。これは、なんか4番か。4番か。だから、イのところに入れちゃえばいいんか。ソロモンを、シリア、パレスチナが自立して、ダビデ王、ソロモン王のもとへ、そのエブライ人の王国が繁栄したんやから、ここですね。いいですね。なんか、いいってことは、4番。問い5の回答は4番ね。ちょっと見えるかな。はい。見えますか。はい。で、次。河川部をヒッタイト。はい。ヒッタイトについて述べた、じゃ場所と、これのどっちが合ってるかと。まあ、ヒッタイトと見たらここじゃないですよね。ですね。こっちですね、問い6。ヒッタイトは、その、鉄製の武器を使ったから、A が、小文字の A が回答で、アナトリア、つまり小アジア。ですね、小アジアに強力な国家を築いたんだから、問力の回答は1番だから1番というのはこれね小文字の A と P ね A と P が正解です。いいですかね。はい。で今のが問6でしょ。はい。まあ、ちなみにこれメソポタミアですよ。ここはで次 C3 番の生徒のレポート。統一帝国における言語で、オリエント世界を統合したアッシリアでは、アッカド語の方言、アッシリア語が公用語でしたが、別のセム語派の言語も広く用いられましたと。アケメネス朝では、これらの言語に加え、支配民族を話すインドヨーロッパ語系のペルシャ語も公用語とされましたと。ベヒストゥーン碑文には、第三代の王の事績がペルシャ語やアッカド語で記されています。また、アケメネス朝は非支配民族に対し寛容な統治を行ったので、ヘブライ、ユダヤ人などが自らの言語に基づく文化を発展させました。これ、第三代の王って書いてますね。ベヒストゥーン碑文ですね。で、こっち。河川部かに関して、三藩の生徒が、これに関係する図2、これですね。について発表した。この発表をもとに、発表、Z には何が入りますか？言語の名称を挙げながら、この言語のオリエント世界における役割。はい。じゃあ、ここにアッシリアの宮廷に使える2人の書記って書いてますね。で、これの説明はここにあるんですけども、ここにシート状の素材と粘土板、だから紙の代わりですね。メモしようとしてるんですね。で、右の書記、だからこの人ですね。右の書記は、くさび型文字でアッカド語を刻んで、これアッカド語を刻んでいると。で、左の書記が記しているのはなんとか語で、アッカド語よりも、広がりましたと。アラム語ですね。で、これを説明しないといけないか。だからアラム語を入れて、オリエント世界におけるその役割か。そのアラム語のね。ということは、商業語。商業言オリエントの国際語、国際共通語として用いられた、もしくはアラム語はオリエントの国際商業語として用いられたっていう内容を書けば正解ですね。問の7で問8。河川部木っていうのは第3代の、エーゲ海北岸からインダス川にまで、まあこれはもうダレイオス一世ですね。はい、次。まあダレイオス一世って言ったら、そのアケメネス朝の第3代の王様で、王の目、王の耳とか、王の道とかね。まあそういったのを覚えてると思います。で、最後かな。問9。河川部ク、ヘブライ人ね。正しいのはどれですかと。これはきっかけなんだけど、ユダ王国、つまり、後に2つ分かれますよね。ヘブライ人の王国は。で、北と南、北にイスラエル王国、南にユダ王国です。北のイスラエル王国はアッシリア人に滅ぼされて、南のユダ王国はシンバビロニアに滅ぼされる。だからこれ合ってます。一番合ってます。回答一番ですね。で、二、アフラマズダ。これは、ちなみにこうユダヤ教って書いてある。ユダヤ教はヤハウェイですね。だから、アフラマズダってその、ゾロアスター教ですよね。ゾロアスター教。で、三、オシリスと呼ばれる旧世、これメシアですね。メシアですね。救世主はメシアと。はい。ヘブライ語でメシアと。で、4。これは旧約聖書ですね。ユダヤ教の聖典が、ね。はい。じゃあ、回答1番です。じゃあ、そこまでかな。はい。じゃあ、以上です。